貴様の命運は尽きた。ジャンプしよう、してみろ、前みたいに。それ。お、何あのドックロ。吊るされてるんだけど。え、何何これ。え？あ、これ。なんか、なんか、いけるようになったかな。一応酸素あるからね、私。え、潜れんのこれ。やべえ、潜れる。マジか。潜れるぞ、これ。え、ちょっと待って、酸素途中で足りなくなるかもしれない。めちゃめちゃ怖い、これ。ちょ、怖い、怖い、怖い。え、こんな穴の中にさ、いや、探検しに行きたくないよ。私、泳げない上に、兵所怖いし、こういう穴大嫌いというか、めちゃめちゃ怖いんですよ。ちょっと、酸素。酸素補給しておきましょう、ちょっと。これで大丈夫でしょう。300、うん、OK。じゃあ、ちょっと行ってみましょうか。でもここはね、恐怖に打ち勝ってこそのね、このね、私の森動画のね、醍醐味でしょう。っていうか、視聴者さん的にもね、もう行けようという感じです。私は深くね、うわ、深っ。このね、海底にどういった謎が落ちている、いるのか、あるのか、私は解明したい。あれ、ここから横に行ける？行けそうだぞ。何があるんだ？え、何が待ち受け、あれ？着いた。着いた。いや、着いたじゃないから。あの空気があるから、ここに。おかしいでしょ。ちょっとだけ。なんかこれ。あの、昔見たドラえもんの海底祈願所を思い出すな。おいおいおい。また水かい。昔見た海底祈願所をね、適応とというビームを自分に与えると、まあ、当てると、まあ、どんな世界でも、あの、空間でもね、生きていけるっていうことでね。海底深海何万メートルでもね、あのさっきみたいに、あの、息をして生活ができるという、そういったね、物語でしたよね、海底祈願場はね。海底祈願場のね、バギーちゃんがね、よかったね。あの、残酷でもあり、そしてなんていうか、女好きでもあっちゃう、なんかそれいいとこなのか。静香ちゃんとすごい仲良かったですもんね、バギーがね。ぜひともね、あれ見てない方はね、見てみてください。バギーね、いい仕事しますよ、あいつは。おーっと、登れる。登れた、登れた。あー、よかった。脱出できた。あー、この上も行けるけど。この下もあるけども、ちょっと一回上に行ってから確認しましょうか。なんだっけな、こっち。何あるんだっけ。覚えてないな、もうここ。まあ、でも、バージョンアップ、されて何か新しいアイテムがあるかもしれませんからね、この先にね。ないな。あれ、何この光ってんの、何これ。あ、なんだろうね、怖っ。上怖っ。あんなん落ちてきたら死ぬわ、マジで。鍾乳洞的な何かなのかな、あの針は。ね、ちょっと、これにしとこうか。何があるか分かんないからね。どこに原住民いるか分かんないから。さあ、どうだ？海底祈願場って多分、海底人みたいなのがいたよね。まあ、これは地底人みたいなもんですからね、フォレストのこいつらは。原住民というか地底人、しかもなんか寄生された変異体がいるって言って、いう、なんていうか、なんだろうね、この島独自の、なんていうか、病気なのかな、あれは。まあ、正当な進化なんでしょうか、この島の中の。ちょっと謎な部分はありますけども。ああ、あったかい。ああ、やっぱこれ、いいね。これだと寒さ全然しのげますね。さあ、こっから下行きましょう。で、戻っていって、あ、これあれか、素材か。あ、これね、これ、特に多分布と酒なんで、まあいいでしょう。先に進みましょう。奥の方に行って、ちょっとマップ拾いつつ、戻りたいと思いますね。だいたいここら辺の地形覚えてきたけども、でもちょっとマップの位置覚えてないな。なんか木を開けた先にも何かあったよね。バゴーンってこう、木を破壊して、こういった木の板を。なんか水の音が追加されてる気がするんだけど。こんなあったっけな。なんかここで、
なんかこうグズグズしてると敵が復活しそうで怖いな。奥に行きましょう、奥に。うん、大丈夫だよね。一回戻ってあそこの壊れたおもちゃのとこの分岐から、左の方行きましょうか。多分そっちにもね、子供の手がかりがあったと思うんですよね、息子のね。こちらね、この先ね。どれ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 、結構素材落ちてるね。結構ガンガン作っていいかもしれないね、あの光源としてね。お、水の音が聞こえてきたが、こっち、あ、あったあった、あれです、あのバーンって開けるやつ。ここから、この先多分あったよね、息子の形見かなんかあったよね。なんだっけな、新アイテムだったっけな、これ。なかなか死なないなこいつ、タフだね。えい、あ、いったいったいった、この先でしょ。あらよっと、あらよっと、どらどら、多分ハーケンだったっけな、なんだっけなこれ、ハーケンか、あ、そうそう、ハーケンだ、やっぱここハーケンですよ。うん、マップはなかったか、ここに。まあまあしょうがない、うん、このさらに奥に進んでみましょう。まあ何かバージョンアップで変わってるかもしれませんからね。ないね、やっぱマップないね、まだね。うん、そう、スナック食っといて。このハーケンもね、実際登れるようになるのかがちょっと謎ではありますけど、なくても登れんだよね、結局木とかもね。うん、さあやっていこう、どんどん行っていこうじゃないか。もうここにももう一個作っときましょう。素材は結構余ってる感じがするんで。石はあまりに余ってんだけど、石タイプのやつって、の松明って結構素材を多く使うんで、まあ最初の初期の枝と葉っぱだけのやつにしましょうか。ここで温まればそのうち、あ、これまだあったんだ、鹿のやつ。あんまり鹿のあったか効果、適用されてない気がしますよね、あったか効果。この先ってどんなんだろう、あれ、これどんなんだったっけな。右と左があるけど、左の方行ってみようか。あれ、なるほど、滑り落ちる、滑り落ちる、怖い怖い怖い、なんだこれ、 T シャツみたいなのがあるけど、これ取れないか。なんかちょっと服欲しいよね、服とか欲しいわ。あの着替える機能みたいなの欲しいよね。マルチの時にさ、おかしな格好したいじゃない、やっぱ。なんか頭に骸骨のなんかこう首飾りしたりとかさ、頭に首飾りというか骸骨の王冠みたいなの作ったりとかさ、そういったなんかこう服のクラフト機能なんてのも入れてほしいな。絶対面白いと思うんだけど。あれ、何ここ、来たことあったっけ、こんなとこ。なんだろうこれ、こんな見覚えないぞ。何あの上に、なんかおかしくない？なんかおかしいよね。ロープがあるね。いや、ちょっとこれおかしいかも。ドアあるかもしんないね。ドアのところに繋がってるかもしんない、やっぱこれ。どうだ、何もないが。慎重に進もう、ちょっと。何が起こるかわからんからね。何が来るかわからん、わからんぞ。おお、建物あるぞ。あの、オブジェあるぞ。これ何や、何や、何や、何や。何これ。すげえ明るい。何？あ、ロープ。何かいる？いるか？この辺、あ！あ、ここあれだ。この真上が飛行機のところだ。我々の、飛行機のとこだ。飛行機。ちょっと待って。これ、上からね、爆弾持ってるからさ、おびき寄せてさ、あいつにくっつけてやるわ、これ。セムテックスをさ。貴様の命運は尽きた。ジャンプしよう、してみろ。前みたいに。それ。よし！どうや？まだ生きてんの？くっつけよう、くっつけ、直接くっつけよう。ほら、よし、いいね。今のいいね。よっしゃ、来た、これ。お前の命運は尽きたよ。
尽きてねえな。全然尽きてねえな。もう火炎瓶だな、これ。火炎瓶が万能ですからね。うん。子供たちもいるんだよね、ここそういえば。爆弾で、あ、しまったな。子供たちに爆弾使えばよかったかね。ちょっとこれ1個投げてみようか。あ、死んだ。いや、火炎瓶最強だな、これ。あ、でも子供たちあれでいいんじゃないか、弓で。弓でいいんじゃないか、これでね。うん。どう、効くんだろうか、これ。ものは試しだ。よーし、よしよし、よしよし、よしよし。よしよし、聞いてる、聞いてる。よしよし、聞いてる、聞いてる、聞いてる。よーし、よしよし、よし。赤ちゃんを燃やす男ですわ。ほんと、どうかしてるぞ。いや、ここはもうね、根絶せねばならん、この島は。この島からこいつら根絶せねばもう、私の生きる道はない。これは死んでるのか。うん。あ、もうこれ安全確保できましたかね。この上がね、飛行機場なんですよね。墜落現場なんですよね。まあ大丈夫かな。さあ、この奥にもね、アイテムあったよね。なんか増えてるかな。新しいアイテムあればいいね。まあなんかこう、できたらなんかこう、M60 のね、景気感銃とかが欲しいよね。よしよしよし。あとは、ここら辺ね。まあそんなわけで、今回はね、こちらの洞窟の方を、攻略という形でございました。次回は、まあ怒りのあるところの洞窟から入っていって、その謎の扉というものを確認しに行きましょう。うん。そんなわけで、ご視聴の方ありがとうございました。皆さんの良きサバイバル生活を、ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は、PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。